ここを守って。承知しました。なるべく早く幽谷の底に到達するには特定の道具が必要になる。下の階層に向かおう。道が途切れてる。誰かが機関を動かしたのかも。大丈夫、つなげるのは難しくないから。よし、幽州獄の道は歩きにくいからたまに楽をしたい名差が構造士から借りた機構を使って移動してるの。犯人の逃亡の助けにならないよう。本来なら教官兵がなんかの装置の使用も禁止されてるんだけど、今は禁令を気にしてる場合じゃない。もう丹後臨場が通路を開いてる。間に合うといいんだけど。お姉ちゃん、無事でいて。少し前にここで激しい戦いがあったようだな。獄門と牢獄同点のつながりは切られてるけど、風霊は逃げ出したみたい。妖精の使者は、お姉ちゃんはまだ生きてるよね。この辺りを探してみよう。何か見つかるはずだ。
殺意はここにいる。殺意は戦死した。カンが気の毒に。え、違うけど。何か誤解してるみたいだね。中央の運転でお姉ちゃんは数百年前に気候の体になった。死後に魂が因果殿の資料庫に戻ることはもう日常茶飯事なの。お姉ちゃんが体を激しく消耗させて簡単に替えが効く部品みたいに自分を酷使するところは見たくないけど。そうだ、死傷者の中に妖精の施設らしき人はいた。一人は綺麗な服を着た古族で、もう一人は暗い色のローブをまとった犯罪者みたいな見た目の人だったはず。いや、堀人を除いて死体の中に古族に似た者はいなかった。つまり襲撃者と風霊は妖精の死者をさらったってことね。最悪の事態、人質がいるとなると看守たちも手が出せない。万が一のことがあったらラフと妖精の関係にも取り返しのつかない亀裂が入るかもしれない。どうにかして施設を助けてここを出て外部に情報を送らないと。少しでも希望があるなら諦めるわけにはいかない。ところでカンガは何か見つけたのか。情報の面で優位に立たせてくれた。どれどれ、損傷はそんなにひどくないみたい。これを修復すればお姉ちゃんは仮初めの体を手に入れられる。私、戻ってきました。お帰りなさい、お姉ちゃん。こういう時、どんな顔すればいいのかわからないの。喜び、嬉し泣き、うん、お姉ちゃんがいろんな姿で戻ってくるのにはもう慣れてるもん。今は、わ、冗談を言っている場合では ありません。この体は私の全てには耐えられません。お姉ちゃん、死んだ後に何を見たか教えて。妖精の死者の一人は脱出した。もう一人は俗に拉致されて上へ逃げられたのか。堀人以外に目に見えない侵入者がいる。目に見えない侵入者、それってどういう意味？はあ、一体どれだけの陰謀が絡み合ってるの。お姉ちゃん、お願い、力を貸して。襲撃者が優秀国の内外の通信を全部遮断したの。今邪魔されずにここから脱出できる人じゃなくて鳥居はお姉ちゃんしかいない。だからどうか、どうかここの状況を外に伝えて。私、わかり
ました。カンア、気をつけて。あなたは私とは違うのですから。カンア、もう時間がない。これ以上もたついていたら、ホリジンが監獄から出てしまう。分かってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら、風霊の脱出を阻止することが最優先かも。待て、変だ。何かが近づいてきている。まさか、見えない侵入者。二人とも気をつけろ。この忌み物は幽州獄に収容されてる囚人じゃない。期待しちゃった。お客様を裏切れと追加料金ですよ。間に合った。ほんの気持ちよ、気にしないで。助かった、ありがとう。借りができましたね。いくよ、チャンスだ。大丈夫。悪い子ね。悪党め、名を名乗れ。うっきゃ、どうぞ。あたしを頼れば心配ない。ほらよっと、ズカ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 。ズカ、俺が守る。お薬の時間よ。借りができましたね。オラオラ。セーフ。ラフの監獄は管理がおろそかだな。あなたは俺を探してるんだ。気にしないで。借りができましたね。期待しちゃって。お客様を裏切れと追加料金ですよ。手の施しようがないわね。やり先に火を、炎の槍を断ち切れ。おやすみ。今投稿すればまだ間に合うよ。えっへへ。新しい商売ですか。はい。手の施しようがないわね。借りができましたね。戦いに集中しろ。ご推挙。痛い。期待しちゃった。お客様を裏切れと追加料金ですよ。私を頼れば心配ない。悪い子ね。
お薬の時間よ。よくやった。せっ親戚である。僕は友情を重んじるタイプなんで。はい。オラオラ殴ったね。あたしを頼まれよっと。ガガ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 バーン。ほんの気持ちよ、気にしないで。よくやった。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。期待しちゃった。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。当然の秘伝。借りができました。薬を抜き切れ。ランス戦闘準備。はい。今投降すればまだ間に合うよ。悪い子ね。お薬の時間よ。助かった、ありがとう。殴ったね。私を頼れば心配ない。ほらよっと。ズカズカカカカカカバーン。俺が守る。はっ。新しい商売ですか。悪党め名を名乗れ。いくよ。親戚である。ほんの気持ちよ、気にしないで。よくやった。僕は友情を重んじるタイプ。いや。期待しちゃって。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。解釈もしろ。ランス戦闘準備。お注射の時間よ。私を頼れよっと。ズカズカカカカカカバーン。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ラフの監獄は管理がおろそかだな。戦略的撤退をした妖精の使者だ。現在少なくとも2つの異なる勢力の者が侵入している。狼とこいつら魔王の実だ。この姿を消す技、妖精の天風君傘下の寿命族が習得している風幕と似ている。心当たりはあるか。ないならいい。今は殺し屋の技巧について議論している場合じゃないしな。俺はモゼ、友人が狼の狩猟の手に落ちた。一刻も早く優秀国を離れて外に状況を伝えようと思ったんだが、はあ、ラフの監獄はかなり複雑に設計されているようだ。モゼ、私たちも可能な限りあなたの友人の安全のために力を尽くします。お前たちには無理だ。それに
今はあいつの安否を心配している場合じゃない。友人が風霊の手に落ちたというのに見捨てるのか。俺は妖精将軍の衛兵であって、あいつに属してるわけじゃない。あの巨狼の力を目の当たりにした。俺の判断を信じろ。助けに行っても無駄死にするだけだ。お前の考えは知らないが、俺は命を無意味な選択に費やそうとは思わない。いいか、俺はずっと風霊たちを尾行していたから、奴らが次に何をしようとしているのかも知っている。奴らは優秀国の出入り口を封鎖して、外部に内部の情報が伝わるのを遅らせようとしているんだ。最悪の結果は、俺たちが全員あの巨狼に倒され、優秀国も封鎖されること。誰も中の状況を知ることができなければ、しばらくは奴らが逃走したことにも気づかないだろう。そして最高の結果は、最高の結果は門を閉ざして敵と一緒に優秀国の中に留まることだ。あの巨狼を外に出すわけにはいかない。これなら時間が経てば外界も異常を察知して援軍をよこすだろう。その時に俺たちが生きているかどうかは考えるべきことじゃない。お前は人を慰めるのがうまいな。俺たち妖精の人間はその一生を意義ある事業に捧げる。俺は絶対に生きてここから出なければならない。仲間が待っているんだ。私は冥界のもの。もう一度死んだことがある。最後の一瞬まで決して諦めるな。あなたたち三人は獣王氏の人間じゃないから、この剣のために命を懸ける必要はない。優秀国を守るのは半眼としての私の責務。風霊の逃走を阻止すべきものは私であって、あなたたちじゃないの。門にたどり着いたら、あなたたちには門の封鎖を手伝ってほしい。あとは私がホリジンと戦うから、みんなは隠れられる場所を探して自分の身を守って。それじゃ行こう。囚人がここを離れる前に門を封鎖しないと。ブベンと防衛機構だけじゃ長くは足止めできない。私についてきて。門に着く。逃げ出した囚人が多すぎます。どうかお気をつけて。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。
楽しめるといいのですが。はい、うん、平気よ。よくやった。いくよ。楽しめるといいのですが。期待しちゃって。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。手の施しようがないわね。お薬の時間よ。借りができましたね。ダンス戦闘準備。楽しめるといい。はい。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。みんな、奴らの相手は私が。絶対に風霊の逃亡を阻止して。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。ほんの気持ちよ、気にしないで。よくやった。強い相手ほど興味。期待しちゃって。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。悪い子ね。いたずらしちゃうぞ。いくよ。私を頼れば心配な。ほらよっと。ズカ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 。バーン。装甲破損。この程度か。はい。オラオラ。お薬の時間よ。借りができましたね。新しい勝負。装甲破損。期待しちゃってます。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。悪党め、名を名乗れ。うっちゃ。僕は友情を重んじるタイプ。はい、チャンスだ。フッ。データ異常。攻撃モード引き裂きコマンド二重モード。新しい商売です。自由まであと一歩です。この門さえくぐれば私たちを止められる者はおりません。ならばこの人質はもう必要ないということだな。モード、やれ。もうすぐここを離れてしまう。何か手を考えるんだ。そう、昔のように昇級。
お前は何もできないのか。早く策を考えろ。もしかすると妖精の施設は生き延びるために私たちと取引をしたいのかもしれません。自分の身分を利用して私たちを泉州から脱出させるとか。そうだろう、昇級。俺がいない間に貴様らはどこまで落ちたんだ。畜生と駆け引きをするのか。俺の記憶では妖精の人間はドゥーランの子孫と取引などしないはずだが。何としてでもこの畜生をここに留めておかなければ。秘書のためにも妖精のためにも。取引成立です。僕には相応の価値があると思いますよ。僕の身分、選手に関する知識、その他にも僕は選手の部下たちでは知り得ないことをたくさん知っていますので。卑しい家畜が、残された命のためにそのかわいそうな舌を懸命に動かすがいい。言ってみろ。選手殿はご存じないでしょう。あなたを倒した女、慶龍がラフに帰ってきたこと。復讐のチャンスは目の前にありますよ。フーレイ様、こいつのデタラメを信じてはいけません。そのような情報は聞いたこともない。今すぐこいつを殺させてください。黙れモード。貴様、今から貴様は俺のそばを離れるな。俺が喋れと言った時にだけ喋り、俺が歩けと言った時にだけ歩け。さもなくばその身が一寸ずつになるまで切り刻んでやる。わかったか。フーレイ様。モードゥ、俺たちはしばらくラフにとどまる必要がある。だが恐れることはない。監獄を出た瞬間から恐怖に襲われるのは先囚人だ。俺が奴らに教えよう。真の災いとは何たるかを。さあドゥーランの子らよ、俺の後に続け。カシュ、奴らを止めろ。フーレイ様のために命を捧げるんだ。おで、優秀国との連絡が途絶え、気候省からの伝言が届きました。獄中で囚人による暴動が発生。駐在人フーレイが行方不明になったとのことです。妖精の使者と七死人たちは消息不明。現在優秀国との連絡の復旧を急いでいます。もういいわ、下がりなさい。慶元将軍、海炎将軍、私たちの予想通り剣木の再生は終わりじゃなくて始まりだったようね。人滅軍団が泉州に伸ばした手はすでに壊滅の種をまいた。今この瞬間から見えない未来に至るまで
先週同盟はさらに恐ろしい試練に直面することになる。壊滅と豊穣の意味ものからなる二重の試練に、奴らが望むならいくらでも付き合ってやろうじゃない。私は元帥の特使としてラフ運気軍を指揮して風霊の追跡を始めるわ。水面下に潜んでいたものがとうとうしびれを切らしたようだな。では私は先ほど言ったようによどみを取り除くとしよう。まだ早いし、どこかへ行こうか。よし。